谷義一谷義一は、日本の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は、陸軍少将。貴族院議員。肖像位、君二投稿四級死爵谷多敵は養祖父に当たる。1881年、東京で、谷四つ院の死士の着難に生まれる。母は、村田中の開発者として知られる軍人、村田恒義男爵の長女。 長じ手学習院に学び、1903年11月、陸軍士官学校を卒業し、翌年2月には、不評少尉に任官する。1911年、要素不感情の皇居に伴い、就職して、死職となる。その後、この F 票第2連隊中隊長をはじめ、同連隊副官、この F 票第3連隊大隊長、本郷連隊区司令部付け、 第一師団副官などを経て、1929年8月、不評大佐に昇進して、この絵師団司令部付けとなる。満州事変では、不評第5連隊長として出動した。1934年3月、陸軍省省に進み、不評第3旅団長に着任。同年11月22日発表の論功交渉において、高4級、軍三島局実中受賞。 元不評第五連隊長として掲載され、新聞各社の号外等により報道された。1935年3月に退名となり、同月には予備役編入。同年11月から1946年3月まで、貴族院議員に在任し、研究会に属して活動した。1948年7月8日公居。去年68。藤本直則。 第8師団に輝く、交渉1面及び2面。ありがとうございます。